校に行くじゃないですか。はい。その時に、はい、あのなんで子供を連れて旅行に行くんですか。いい質問ですね。その理由は2つあります。まず一つは、はい、施術者としてですね、ね、鍼灸師、施術者として、あのやっぱり、あのどういう状態で、まあ、その子供を持ってる、ちっちゃい子供を持ってるお父さんとかお母さんとかがどういう状態で手首痛めたの、腰痛めたのとか、そういうのとか知りたいから、あの、まあ、自分が実際その子供とかを抱っこしてみたりとか、子供たちと遊んでみて、すごいパワフルなんで、それを体験してみて実感して、まあ、その施術に対してつなげていくということですね。なるほどですね。でもう一つはやっぱりこう社会全体で結構冷たくなってるんですよね。冷たくなってる。社会って少数派の人たちに対してすごく冷たいんですよ。今子供持ってる人たちの方が少数派なんですよね。すごい冷たいですよね。そうですよね。やっぱお出かけしづらいっていう患者さんよく聞きますね。あ、そうでしょ。なんか電車とかすごく緊張するんですって、お母さんが。なんでですかって。でもそれ社会少子化やのに、おかしいですよね。でも子供と触れ合ってなかったらそういう風に思っちゃう人増えちゃいます。子供を持ってたら感じる、あ、感じられること、感じられる苦労とかしんどさとか、そういうのを体験してみないとわからないんですよ。でどういうことかって言ったら、例えば両手にあの買い物してきたものをね、ここに肘のところにこうやってぶら下げてですね、子供を抱っこしてお会計しようと思う時に、ちょっと子供をちょっと待っといてねって言って下ろす。でちょっと待っといてねって言って、あ、すみません、いくらでしたかって言って、でお金を払おうとして、で、あ、320時にもう子供いないんですよ。子供って待ってないんですよ。でもニュースのコメンテーターとかどうですか、子供持ってない人とかって、要はそんな言い方してません。親が子供やっぱり見るべきですよねって。荷物こんな、夕食の買い物ね、明日の朝のご飯と買い物して、で子供をこうやって持って、ほとんどワンオペ育児ですよ、共働きで。そんな中ですよ。でちょっとお会計しようと思って子供を下ろして、その子供が走り出してわーって他の人にぶつかった時に、子供見とけよって言うんですよ。無理でしょ。そうですね。子供と一緒に旅行行ったら分かります。あのコンマ 0. 何秒とかで、もう男の子とかもすぐにいなくなったりするんですよ。だからあの子供を持ってない人はそういう発言するんです。でも私も子供産んでないです、結婚もしてないです、だからその KY になりたくないです。空気読めない感じの人になりたくないんですよ。ちゃんと空気読める人になりたいんですよ。でそのために一緒に旅行行かさせてもらってるみたいな感じです。なるほどですね。連れてってあげてるじゃなくて、一緒に行かせてもらってるんです、ね、行かせてもらってるんです。で子供様たちと触れ合わさせてもらってるみたいな感じです。でそうすることでそんなあの空気読めない発言しないです。ああ大変そうやな、あ2歳ぐらいか、いやいや期かって、こういう風な形で、だからみんなうちの患者さんたち勘違いしてます。勘違い、先生子供あの何歳ですかって言われます。あ、神山先生の子供は、そうそうそう、何歳ですかって言われます。いやいや、もううちはもう子供いませんとうちは子供いませんって言ったらびっくりされます。え、今まですごいなんかね、あの夏はその予防接種の話とかそんな話してたから、子供おりはるんかなと思って、もう子供めっちゃよう分かってくれはるからって言って、子供がいないので極力やっぱりその子供を旅行に連れて行ったりとかして子供と関わるようにはしてます。そうすることでそういう人たちの気持ちも分かれる人になるんかなと思って、大切ですね。でも社会全体がそうなっていってほしいなと思います。今ちょっと冷たいですもんね。冷たい人多いです。自分で見てみろって感じです。で自分も子供だったから、私は母に言われましたもん。最初は私子供全然好きじゃなかったんですよ。で子供好きじゃないわと思って、電車の中で騒いでる子供、うるさいなって言ったら母がこう言いました。え、あんたの方がうるさかったね。あんたの方がうるさかったで、ね、びっくりしましたね母は。そっからね、どんなに騒いでる子供見ても、あ、私よりは静かなんやって思ってますなるほど。
そう、子供嫌い、子供なんてとかっていう人、あなたたちも子供でしたよ。そうですね。子供がいて当たり前な空間いっぱい作りましょう。だって少子化ですよ。そんな子供に優しい社会になってくれたらなと思います。そうですね、そうなったらすごく素敵ですよね。うん、素敵なんです。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。